ソフトバンクネイバー、A ホールディングス、Z ホールディングスラインライン株式会社は、Z ホールディングスの完全公会社で、コミュニケーションアプリ、ラインを中心にインターネット関連事業を展開する日本の企業。現在の法人は2019年に、初代法人の中間持ち株会社化に伴って、設立された2代目。本項目では、初代法人の事業会社時代と、 二代目法人について一連で、記す。法人としては、韓国最大のインターネットサービス会社である、ネイバーが2000年にオンラインゲームサイト、ハンゲームの日本運営法人、ハンゲームジャパンとして設立したのが最初である。2010年4月12日ライブドア全株式を63億円で取得すると発表。この後、NHN ジャパンは、ライン株式会社に、 名称変更するが、デサ剛代表取締役を筆頭に、その後もライブドアの元社員たちが多数在籍。2011年6月にハンゲームジャパン改め、NHN ジャパンが始めた、LINE の爆発的普及により、業績を伸ばし、2013年には法人名自体を LINE 株式会社に改め、2018年時点で、子会社である LINE は、 ネイバーグループ全体の総資産の40.1%、売上高の37.4%を占めた。2019年にソフトバンクグループでヤフージャパンを運営するヤフーとの経営統合を発表し、複数回の株式移転を経て2021年3月1日に Z ホールディングスと経営統合。旧ライン株式会社は Z ホールディングスとの合弁会社とした上で、 A ホールディングス株式会社に法人名を改めた。現在のライン株式会社は2019年の経営統合発表後に設立された分割準備会社を元としており、2021年に事業譲り受け後に Z ホールディングスの完全子会社となっている。ありがとうございます。